どうもです、つくもやよ。4月11日、今日は骨折ついとるな。土木建築には向かへんいう日や。せやけど電車もついとるな。何事も大吉、天の恩恵によって何の障害も起きへん日ゆうけや。年に数回しかあらへんめでたい日やいうことやね。六曜は全部、何事も控えめに。午前は今日で、午後が吉。十巻は土の絵、岩山を示す陽の土、草木が茂り百花咲き乱れる状態を示しとる。十二支は虎、陽の木、春が来て万物が再び活動を始める状態を示しとるんよ。ほんでこの十巻と十二支から読む音陽五行は木穀土、木の根が土を締め付ける、土の養分を吸い取るいうことで相克、物事があまりうまくいかへんいうけや。全部で相克いうてな。ほんでまあ小土もついとるさか、ようよう控えなかひやみたいな感じやけど、電車がついとるさかい、どうやろね。まあこれらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたねー。